誰なの？ローザ様、源氏でございます。何か用なの？扉は開けなくて結構よ。そのままで話して。はい、それではこのままで失礼させていただきます。南條先生と熊沢の遺体を見つけました。なんだって？そう、わかったわ。確認に行きましょう。死体を見ない限り私は誰も信じない。大丈夫だよ、バトラ。マリアといれば絶対に大丈夫。ケンジさん、二人の死体はどこに？中庭です。ご案内いたします。バトラ君、待って。念のため部屋の戸締まりを確認していくわ。ちょっと待ってね。ケンジさんたちが言っていたように二人の首にはひどい傷があるわね。すごく鋭利な、まるで日本刀か何かで切ったかのようにすっぱりね。これは何なの？ジェシカちゃんの時と同じね。何かオカルトの儀式のつもりなのかしら。わかりません。彼らの遺体を最後に見た時にはこのようなものはありませんでした。使用人室から運び出された後にやられたのでしょう。
違いない。生贄のつもりなんだ。第7の番に膝をえぐりて殺せ。第8の番に足をえぐりて殺せ。待てよ。それじゃ第4、5、6の番が抜けちまう。まさか。どういうこと？ジョージ君たち3人はどこへ行ったの？夏日奥様のお部屋を探し物に行きたいと思いました。お出かけになりました。まだお戻りになりません。なんだって？その出かけたってのはいつ頃の話なんだよ。 2,3 時間前のことだと思います。そんな、なんでそんな大事なことを、いや、じゃなくて、なんで不審に思わなかったんだよ。常に一人、使用人は待機していなくてはなりません。彼らが戻るまで待機しているのが私のお務めでした。バトラ君、これで開けてもらえる？そのくらいのこと、ケンジさんを信用しても。
警察が来るまでそっとしておかないとダメよ。勝手に触ってどういうつもり。せっかくの現場証拠がおかしくなっちゃったらどうするのよ。マリア、これで第8の番まで終わっちまったな。第9の番って何だったっけ。第9の番に魔女は蘇り、誰も生き残れはしない。そっか、これで黄金の魔女ベアトリーチャーは復活するんだ。そしてまだ最後の第10の番。第10の番に旅は終わり、黄金の里に至るだろう。黄金鏡の扉はもうすぐ開かれるんだ。もうすぐ魔女は蘇り、誰も生き残れはしない。か、俺たちはこれから死ぬのか。それともこれで生贄の儀式は終了で、俺たちの旅は終わり、黄金鏡へたどり着ける。何が俺たちの旅だ。俺たちは今日一日犯人を見つけよう、事態を打開しようと散々頭をひねって、何も至らなかった。バカの考え、休むに似たりってやつだ。そうさ、俺たちは今日一日ずっと憎悪と疑心暗鬼で自分を焼き焦がした。死んだ人間しか信用できないって言って、わざわざ三人の死に顔をここまで確認できたんだぞ。こんな俺たちがどうして黄金鏡とやらにたどり着けるって。バトラー、マリアといれば大丈夫。魔女はとても気まぐれで、時に面白半分に人間を殺すかもしれない恐ろしい存在だけれども、でもマリアと一緒にいれば絶対に大丈夫だから、怯えないで。ありがとな、気休めでも嬉しいぞ。ありがとう、源氏さん。ここまでで結構よ。あなたも今日は休んでください。かしこまりました。これで休ませていただきます。おい、ローザおばさん。この状況下で、源氏さんをたった一人で過ごさせるっていうのかよ。そうね。とても危険なことだと思うわ。でも、
ならなぜ彼は無事なの？彼は三人が夏姫姉さんの部屋へ向かった後、ずっと一人でいた。なのに無事だった。狼と羊のパズルよ。最も弱い立場となる孤立した羊が無事な理由は何？狼がたまたまいなかったんだろ？違うわ。それが羊じゃなかったからよ。源氏さんが、狼だって言うのかよ。彼は一人で厨房にいたそうだけど、それは証明不能よ。南條先生たちの死体を運んだり、ジョージ君たちを殺したりできたのは、彼かベアトリーチェだけなのよ。待てよ。その論法じゃ、誰だって。バトラ様、お気遣いをありがとうございます。私は信頼を勝ち得るのは常に百の言い訳ではなく一つの誠実であると信じています。たとえ信頼をいただけなくても私は最後まで誠実でありたいと思います。源氏さん、なら決まりね。あなたが本当に無実なら、それは明日やってくる警察が証明してくれるわ。だから、それまでの間、あなたを疑いから外すわけにはいかない。長年、後宮家に仕えてくれたあなたに、こんな仕打ちをするのは本当に心苦しいんだけれど、今夜は、分かってください。そして、明日になったら、もう一度仲直りさせてください。今日も明日も私は後宮家の使用人であり続けます。ご用がありましたらいつでもお申し付けください。それでは失礼させていただきます。なんだこれ。大丈夫。戸締まりに問題はないわ。この部屋は安全よ。は進んでおりますか。もうじきあっさり時間切れ。第9の番はもうじき始まります。おお、バトラー、それは。ああ、
今ここに来たら、置いてあった。どうしたのマリア。バトラ君、その手紙は。いやその、ここに置いてあったんだ。どうしてだよ。この部屋はちゃんと戸締まりをしていたのに、どうしてだよ。どうして。マリア、いらっしゃい。バトラ君、あなたは狼だと断定するわ。どうして。私はこの部屋にたった今帰ってきて、そのテーブルの上に何もないことを見ているわ。そしてマリアがそのテーブルに近づいていないことも知っている。わずかな時間よ。でもこのテーブルに近づき、そして手紙を見つけたと主張するのはあなただけなのよ。そんなのって、いや、めちゃくちゃだ。なんで俺がこんなものを置くんだよ。おいおい、俺は不審なものを見つけて報告しただけだぜ。なんで俺が疑われるんだよ。あなたにしかその手紙をそこへ置けないからよ。そう、これは自作自演。あなたが懐から封筒を取り出し、たった今見つけたかのように振る舞った。密室の中に魔女が入って手紙を置いていった幻想を作り出すためにね。バカ野郎。またそういう考えなのかよ。そんなことで俺まで疑うのかよ。いい加減にしろ。俺は親父たちを殺されてるんだぞ。そんな俺がどうして犯人の片棒を担がなければならないんだよ。そうね、たとえ莫大なお金がもらえるとしたとしても、そんなことで肉親の命を切り売りできるような悪魔がいるなんて信じたくない。でもね、いるかもしれない。うん、言い方が悪いわね。例えばバトラ君にとってルドルフ兄さんたちが親でなかったとしたら。何を言い出すかと思えば、親父は親父だろうが。確かにキリエさんと血縁はねえが、俺の姉貴も同然のお人だ。そこだけは聞き捨てならねえぞこの野郎。後ろにはバトラ君はルドルフ兄さんの子供かもしれない。でもあなた本当にルドルフ兄さんの息子のバトラ君なの。何をわけのわかんねえこと。俺がバトラじゃねえんなら誰に見えるってんだよ。ルドルフ兄さんも含めて私たちは6年ぶりにあなたに再会しているわ。あなたが本当に後ろ宮バトラかなんて誰も証明できないのよ。あなたは本当は後ろ宮バトラじゃなくて、後ろ宮家の財産をうまく騙し取ろうと紛れ込んだ何者かかもしれない。あなたは自分が後ろ宮バトラだとはっきり証明できる。今この場で。いい加減にしやがれ。俺は俺だ。後ろ宮バトラだ。そこまで疑い出したあんただって本当に後ろ宮ローザなのかよ。自分は自分だ、他の誰でもね。ああそうだな、あんたの言う通りだぜ。死体以外で信用できるのは自分だけってわけだ。そこまで言うなら反論させてもらうぜ。ジョージの兄貴たちが死んでいた夏代おばさんの部屋に鍵がかかってた。部屋の鍵はジョージの兄貴が持っていたんだろう。そしてマスターキーを持ってるのは今やローザおばさんだけだぞ。あの部屋に施錠できたのはあんただけじゃねえかよ。俺の推理じゃこうだ。
あんたは真犯人と通じ合っていて、俺たちの目を盗み、5つのマスターキーのうちの1つをこっそり貸し出したんだ。そんなことしないわよ。ほら、ここに5つあるわよ。そんなのは当てになるもんか。あらかじめ取り決めた場所に置かせて回収したかもしれねえじゃねえかよ。それにマスターキーが5個かどうかは疑わしいと言ってたのはあんただぜ。じゃああなたはその封筒をあなた以外の誰がどうやってそこに置いたというのよ。それが証明できない限りあなたが狼なのよ。うっせえ。ならあんたこそ証明しろよ。犯人はどうやってジョージの兄貴たちをあの密室で殺したと言うんだよ。どうやって施錠したと言うんだよ。全くにもってその通り。夏日の部屋も全く同じだぞ。いつもの通り扉も窓も内側から施錠されていた。いかなるイカ様も細工もなく、そして隠された通行手段もなければ隠れる場所もない。夏日自身の鍵はジョージのポケットに入って室内に閉じ込められていた。あとは5本のマスターキーしかないが、それは全てローザが持っている。ついでに言おう、その客間も同じよ。本来の客間の鍵は使用人室に封印されている。だからマスターキー以外では解錠不能。部屋の密室定義もいつもに同じよ。おいおい、容疑者はもう一人しかいねえぜ。それでもまだかまととぶんのかよ。後ろ宮バトラー。うるせえ、てめえも黙ってろ。黙るのはあなたの方でしょう。あなた以外にどうやってその手紙を受けたというの。それが証明できない限りあなたは狼なのよ。俺が疑えるってんならあんただって疑えるぜ。あんたこそ証明してみろ。最初に部屋に入って戸締まりの確認だのを始めたのはローザおばさんじゃねえかよ。そして俺の座っていた場所に再び俺が戻るだろうことを見越し手紙をそっと置いたんだ。これはあんたの罠だって疑うこともできるんだぜ。どうして私がそんな罠を。私が狼ならこの銃で問答無用で撃ってるわよ。そんなのじゃ理由にならねえな。マリアの目の前で殺人ができねえか。うまく罠にかけようって回りくどいことしてるかもしれねえじゃねえか。マスターキーは全てあんたの手にある。ならここもさっきも全部あんたの仕業じゃねえかよ。言い逃れできるってんなら言い訳を聞かせてみろよ。そうさ、ローザおばさんは最初から怪しいんだよ。なんで親族会議の大人たちが6人殺されたのにローザおばさんだけが例外なんだ。なんでローザおばさんだけがあの礼拝堂にいなかったんだ。一つしか理由がねえよ。ローザおばさんが親父たちをあそこに招いて殺したんだ。くそくそ、それで全部説明がつくじゃねえかよ。ふざけんじゃねえ、ふざけんじゃねえ。わけのわかんねえことを言うんじゃねえ。そうなんだよ、全部魔女のせいだったんじゃないかよ。
鍵がどうこうとか、トリックだのアリバイだの、全部バカらしかったんだ。魔女の仕業なのに、俺たちは同じ人間同士を信じ合うこともできなくて。なあ、ローザおばさん。人間の犯人なんて最初からいなかったんだ。全部、魔女の仕業だったんだ。だから、ローザおばさんが犯人のわけがないし、俺やマリアだって、そして、ゲンジさんだって他のみんなだって、犯人のわけがないんだ。どうしてこんなことに。俺はどうして。大好きだったローザおばさんとこんなことの怒鳴り合いをしているんだよ。優しくって。大好きだったおばさんとどうしてこんな罵り合いをしてるんだよ。なんでなんで。みんなで疑い合わなくちゃならねえんだよ。おばさんを疑ってなんかいないんだ。誰も疑ってなんかないんだ。全部、魔女の仕業だったんだ。ベアトリーチェの仕業だったんだ。全部、ベアトリーチェが魔法で行った事件だったんだ。ベアトリーチェ、頼むから、ここに現れてくれよ。そして、自分が全てやったと、俺たちに告白してくれよ。もうごめんだ。こんな疑り合いはごめんなんだ。だから俺たちを許してくれ。解放してくれ。互いの死を見届け合うまで疑り合わなきゃならない地獄から解放してくれ。俺に優しい親戚たちを、いとこたちを、返してくれよ。もう嫌だ、嫌だ、全部嫌だ。お前は確かに実在する。お前の勝ちだ。姿を見せてくれよ。ベアトリーチェ、ベアトリーチェ。私は、まだ、生きているのか。あやつの儀式は、あって、どこまで進んだのか。時間的にはもう、だいぶ進んでいなくてはならぬ頃だ。前の微笑みに再会できる。死んでもいい。お前の微笑みがもう一度見られるなら、この命は惜しくない。だから交渉だ。お前にもう一度会わせてくれ。そして愛を誓わせておくれ。私の罪を謝らせておくれ。だが逃がさん。お前は私のものだ。髪の毛の一本からつま先まで、爪の赤すらも私のものなのだ。お前の肉一辺までも全て私のもので、その亡骸の煮汁まで私のものなのだ。皆さん、今度こそこの手からこぼさん。お前を永遠に私のものにしてやるぞ。二度と逃がすものか、二度と逃がすものか。違う。私が言いたいのはこんなことじゃないんだ。ベアトリーチェ。
頼む。もう一度会わせてくれ。謝らせてくれるだけでいい。ベアトリーチ。お前が愛しい恋しい、私が間違っていた。お前が微笑んでさえくれれば他には何もいらなかったんだ。私が間違えた。私がそれを間違えて取り返しのつかないことをしてしまった。その償いに残りの全ての人生を捧げた。お前に詫びるために私の罪を償うために全て捧げたんだ。頼む、私の死の際でもいい、せめてお前に一言謝らせて。ベアトリーチェ。私はクイーンを勧めた。とても良い妙手だった。お前には少々きつすぎるかもしれん一手だった。お前は駒を見捨てるか見捨てないかに悩み、ずっと悩み。お前を愛している、ベアトリーチェ。誰だ？誰かと聞いておる。返事をせぬか。まさか、おお、まさか、ベアトリーチェなのか。ベアトリーチェ、ベアトリーチェ。